県警調査会長への挨拶をいたします。よろしくお願いします。おはようございます。この度の大アルジェリア法人拘束死亡事件、痛ましい事件でありました。重ねて、ご関係の皆様方にお願いを申し上げ、哀悼の意を表します。今回のこの事件に対しまして、木内政務官には現地にありまして、陣頭指揮を取られ、大変なご苦労があったかと思います。心から敬意を表します。また鈴木副大臣におかれましては、総理が特使として現地に赴かれました。またそれをバックアップされました外務省はじめご関係各位に敬意を表するところであります。今後のこれからの検証、それから必要な対策、こういうことにつきまして私も外交調査会としてもしっかりと対応してまいる所存であります。何卒皆様よろしくお願いいたします。